どうも、お疲れ様でございます。今回はですね、ライブ放送や動画のネタの探し方についてお話ししようと思います。今、ヤフーのトップページが出ています。ヤフーのトップページには、こうニュースがね、閲覧できるようになっているわけなんですけども、ここだけではなくって、こちらの方の広告とかね、それから天気予報とか地域のことなども出てますね。で、さらにはトピックの方で、まあ、今取り上げたい人っていうのが出てます。 こういう風な画像、人にね、いろいろとフォーカスが当たってるわけですよね。はい、こういったところから、キーワーワドを選定します、えー、例えば、広末涼子っていう名前、大正製薬っていう会社のキーワード、その他、ヨーロッパの受け入れ家ですよね、うん、それから、こちらの方には告発ですとかね、トランプ大統領、アメリカあ大統領選。 まあこんな形ですね。いろいろとピックアップするものはあるかなと思います。ちなみに、こちらの方に広告出てますけども、こちらの広告で、えー、土地活用っていうのでね、えー、ピックアップすることもあります。で、YouTube。やっぱり YouTuber としては、YouTube の中で最新の動画をいくらかチェックするとかね。その他、こちらには機動戦士ガンダムの、なんか最新の動画なんかがあるみたいですね。Netflix で、えー、映画ができてるみたいです。これもなかなかいいですね。 でその他、ショート動画ですとかね、タイトルとかサムネイル、様々なキーワードがあります。えー、例えばこれ、あの花が作丘で君とまた出られたら、まあこれは今もう8月15日、終戦が近いですから、それにちなんだ作品っていうのがこの時期から出てくるものです。さあそれでね、キーワードを思いついたら、例えばここにジミニっていうね、AI の,この、ね、サイトがあるわけですよ。 こちらの方にキーワードを打ち込むようにしたりとかするわけなんですよ。まあ、どんなキーワードかというと、終戦記念日とかね、打つわけです。ちょっとすいません、画面の外になりましたこの終戦記念日というキーワードでえ出していくと、このようにね、一覧でネタが出てきますよね。例えば、私が今日ライブ放送で、終戦記念日について何かね、30分ほどお話をしたいなと思ったら、こういったネタが一覧で出てくるわけですよ。 終戦記念日っていうのは、まあ、終戦に至るまでの歴史、太平洋戦争の経過、ポツダム宣言の内容など、まあ、こういったところをピックアップして、今日のネタにするってこともあります。えー、またですね、その他、終戦に至るまでの歴史の中で、太平洋戦争で出てきてるでしょ太平洋戦争のことを、私たち日本人はどのように言ってきたかというと、大東亜戦争って言ってたんですよね。終戦後に大東亜戦争という呼び名を、 GHQ によって禁止されて太平洋戦争もしくは第二次世界大戦と呼びなさいというふうに指導を受けてそのように教科書に刷り込まれましたで最近ではですね政治家の方が主に言うんですけども先の大戦という言い方もしますよね、まあ、このように一つの戦争をとってしてもさまざまな呼び方があるんですけども我,我々日本っていうのはですね 大東亜戦争で統一してきたっていう、まあ、そんな歴史がありますよってことですでなんでそうなったのかってことを GHQ との関係占領軍との関係こういったものにちなんでお話しすることもありますよねでさらに終戦記念日玉印放送っていうのがありました天皇陛下の玉印放送ですけどもあのラジオの玉印放送ね「耐え敵を耐え忍び敵を忍び」あの放送を聞いて一体どれほどの日本国民が意味を分かったんだろうかってことです 実はほとんどの人はあの玉音放送を聞いてもね何を話しているのか難しすぎてよく分かんなかったそうですただ周りの大人たちが一部の人がね、えー、泣いているのを見てなんだか悲しい気持ちになって釣られて泣いたっていうのが、まあ、本当のとこみたいですね、えー、さらに日本国隅々まで別にラジオ放送があったわけでは実はないんですよ確かに普及率は高かったんですけどもやっぱりお金のない家庭ではラジオがなかったんで 近所の家に流れてくるラジオ放送を軒先で聞いてたみたいなところでね、なんとか情報をいただいてたみたいです。それから隣組って制度がありましたんでね、ラジオを聞きそびれていても、その内容を口コミで知ることができたということで、玉印放送を直接聞いたというよりも、玉印放送を聞いて解釈した人の話を聞いて、なるほどと納得したということがあると思います。また、玉印放送はですね、これは我々日本が戦争に勝ったんだ。 アメリカが降伏したんだっていうふうに勘違いして、喜びのあまりに触れ回ったって人も結構当時いたんですよ。で、それが実は勘違いだったとっていうことが後で分かって、あの、妙なね、喧嘩事が起きていたとか、まあ、それによって死者まで出ていたっていう事実はあまり知られてはおりません。はい、じゃあこんなところにしましょうか。今日はネタの探し方についてお話し,してみました。